チャファリナス諸島は地中海にあるスペイン領の島々。北、アフリカモロッコ沿岸からおよそ4キロメートル離れており、コングレソ島、イサベル二世島、冷凍の3島で構成されている。また、セウタ、メリラの2つの自治都市、ペニョンであるセマス、ペニョンデベレスデラゴメラと共にプラサスデソベラニアを構成する。 1859年のアフリカ戦争後の1860年にテトゥアムで締結されたワドラス条約によりチャファリナス諸島はスペイン領となった。モロッコ付近のスペイン領。チャファリナス諸島は一番東にある。チャファリナス諸島はアルボラン海の南端に位置しメリラの東27海里、モロッコのアグア岬の北にある。島々は水深10メートルから15メートルの 浅井大陸法によって大陸から隔てられている。三島とも火山性で、現在人が定住しているのは、イサベル二世島のみである。諸島の西端であるコングレ諸島が最も面積が大きくそして標高が高い。中間にあるイサベル二世島は、面積15.9ヘクタール、標高35メートル、東端の霊島は、面積12.7ヘクタール。 標高31メートルでであるるコングレソ島では新石器時代の定住地跡が発見されている現在、チャファリナス諸島に民間人の定住人口はない。イサベル二水島にあるスペイン軍駐屯地に30人、そしてスペイン環境省から派遣された専門家のグループが駐在しているに過ぎない。チャファリナス諸島は国立自然保護区となっている。世界。 第2位の赤はしかもメ生息地である。その他鬼水なき鳥も多く生息する。かつては、スペイン国内で絶滅が危惧されている、地中海文句アザラシ生息地であったが、島のアザラシは死に絶えた。ありがとうございます。